2021年に京都競馬場主催のアイドルホースオーディションで1位に輝き現役引退後は福島競馬場の誘導馬を務めていた吉尾が超年転のため11日に亡くなったこのほど同競馬場が公式 LINE を通じて発表11歳だった吉尾は父ヨハネスブルグ母フローラルホーム母の父ケームホームという決闘 15年のブリーズアップセールで486万円で購入され、現役通算78 0 6勝という成績を残した。15年7月のデビュー以降、勝利を重ねてオープン場に上り詰めた。20年のジャニュアリー S でオープン勝ちしたほか、18年には森岡、マーキュリー C で4番人気2着、佐賀、サマーチャンピオンでは1番人気3着など、交流重賞でも存在感を示した。 20年にはジャパンシーに出走後、連投で翌週のチャンピオンズシーにも挑んだことでも話題に。21年には障害にもチャレンジするなど、芝、ダート、平地、障害、中央、地方とカテゴリーやフィールドを問わない活躍を見せ、22年4月の KOS をラストランに現役を終えた。引退後、馬事公演を経て7月上旬に福島競馬場に移動。 22年秋からは誘導馬として活躍し、ファンから親しまれる存在だった。福島競馬場ではドーマを悼んで、5月26日まで土曜日と日曜日の場外発売時、ターフィーショップ内誘導馬展示コーナーに献花台と記帳台を設置する。また北門入り口付近にある馬頭観音には、たてがみとて鉄を収めている。